はい、今日はですね、湯沢に来てます。以前からですね、車中泊っていうのをやってみたくて、大雪の湯沢にやってまいりました。昨日まで雪なかったんですけど、今朝起きたらすごく雪があって、まあ、事前の予報で予想はしていたんですけど、見事に雪が降ってます。一応、情報によると、3メーターから4メーターの積雪があると聞いていたんですが、まさにその通りでした。まあ、さすが湯沢、昨日はですね、温泉に入ってですね、のんびり過ごすことができました。まあ、車中泊なんで、特にホテルとか、泊まったわけじゃないんで、美味しいものとか食べたりはできなかったんですけど、まあ、これからですね、越後湯沢の駅前に行って、ちょっとなんかお土産を買ってですね、家族にですね、何か食べれれば美味しいものを食べて帰ろうかなと思ってます。今気温はマイナス1度ですね。昨夜は三国峠を、走りまして、苗場あたりまで行ってみたんですけど、なかなかスリリングなドライブになって楽しかったです。まあ、今もね、本格的に雪が降ってて、走ってるんですけど、まあ、積雪の走行に関しては、まあ、自宅近辺です。まあ、重々何度か練習していたので、まあ、予想通り、きちっと走れてます。山道も上りも下りもきちっと走れてます。良かったです。昔ハイラックスサーフっていう四駆に乗ってたんですけど、その時ほどの安心感はないんですけど、走れるってことが分かったんで、まあ今日ここで、もしかしたらスタックしちゃうんじゃないかなということで、チェーン持ってきたんですけど、今のところは大丈夫です。この天気の中ちょっとチェーンつけとかやりたくないですもんね。あと恐ろしいのは雪で通行止めとかになってるのが嫌なんですけど、今ここ湯沢インターチェンジの入り口なんですが、速度規制と、冬タイヤ規制になってますね。ちょっとこの先ですね、越後湯沢の駅前に行ってみたいと思います。車の中にですね、車中泊、まあ、車の中に泊まったんですけど、 RX はですね、僕のこの RX は5人乗りなんですけど、後席をですね、前面に倒して後ろ側をフラットにして、でそこに、シュラフで寝たんですけど、なかなか快適でした。防寒対策もきちっとしてきたので、全く問題なく休めました。ただ休む場所がね、道の駅で温泉も併設されてて、すごくいい場所だったので、良かったです。あんまり辺鄙なところに泊まるとちょっと怖いんで、僕は、道の駅に泊まりました。山の中とか泊まりたくないですからね。ちょっとここからですね、越後湯沢駅に向かって市街地を走っていきたいと思います。実はこの先ですね、なんで今ここを曲がったかっていうと、雪の壁あるじゃないですか、今横に見えてる。これが一部ですね、道路に向かって崩れてるとこがあって、昨日、ここら辺をうろちょろ散歩した時にですね、通行止めになってたんですよ、一時的な。で大渋滞してたので、
ちょっと嫌だったんで、ちょっとそこの道をあの避けて、行きたいなと思ってます。チョコリザーの駅は、山側とあと町側からアクセスできるんですけど、この道順だと山側からになっちゃうのかな。ちょっと山側からだとちょっと駐車場狭いんですよね。できれば、この新幹線の、町側から駅にアプローチしたいので、ちょっとここを曲がります。ダメですね、行けないですね。行けると思って適当に余裕で入ってきたんですけど、ダメだったんでちょっと引き返します。どうしよう。いや、すごい雪ですよね。ここも雪の壁が道に向かってせり出してますよね。これがですね、結構広範囲にわたってドサッと崩れてたんですよ。ちょっとびっくりしましたね。ちょっと山側、ちょっと山側から行ってみようかな。駅はもうすぐ近くなんで。で、こういったところは道路から水が噴き出してて、雪が溶けるようになってます。で、これ注意してないと、そういうところを歩くと足ぶつぶねになっちゃうんで、注意した方がいいですよ。ライトも僕みたいにぼんやり歩いてる人が困っちゃうんですね。これすごいですよね、この雪の壁。いやー、こういうとこに暮らす人は大変だな。こういう雪っていうのはどのくらいの期間降り積もってるんですかね。4月になったら溶けるんでしょうか。ちょっと想像もつかないですね。もうここのとこ2階まで迫っちゃってますよね、駅が。ここちょっと越後湯沢の駅前なんですけど、止まれるな。あれ、入り口を間違えました。箇所からしか入れないんだ。めっちゃドジりましたね。どうしようかな。ちょっと U ターンしましょうか。わあ、すごいな。いいドライブになるんですけど。ここで U ターンするか。うかつに知らないところ入っていくとはまりそうなんで怖いですよ。あと気をつけなきゃいけないのは、雪で見えなくなってて側溝とかあった場合落っこちますんでね。町側のロータリーに向かっていきたいと思います。うわ、すごいですね。ここですね、つららが
今ちょっと画面じゃ見えないんですけど、とんでもないつららが、垂れ下がっててですね、あんなのが車に落ちてきたら大変なことになりますよ。雪の中を走るとあのクリアランスソナーにあの着雪がついてクリアランスソナーが汚れてます使用できませんみたいなですねメッセージが出ちゃうんですよ。ちょっとどうしようもないですもんね。よし駅前に着いた。すごい雪山ですね。これはもともとこれ雪を積み重ねてこの高さになってるんですかね。もともと何かあってそこの上に積もっているからあの高く見えるだけなのかわかんないですけど、もうそうじゃなかったら 7,8 メーターの高さありますよ。きっと今湯沢ではこうして大雪なんですけど、関越トンネルを越えた反対側では全く雪もなく、晴れてるんでしょうね。駐車券って書いてあったんですけど何もありませんでしたね。ここに止めてですね